はい、太郎丸です。今回も映画の感想を言っていきます。今回の映画は機械島。監督は、呪怨や恐怖の村シリーズの清水崇監督。主演は、なにわ男子という、アイドルグループの西畑大吾さんという方です。すいません、僕なにわ男子というグループは知っていたんですけど、この西畑大吾さんという方は今回この映画で初めて知りました。もうすでにね、いくつか映画にも出演されていて、過去には P と JK、それからカッペイ、このカッペイ確か去年の映画ですよね。あのカッペイという映画にも出演されていたようです。僕はアイドルグループとかアイドルにはあんまり詳しくなくて、よく分かっていないんですけれども、この西畑大吾さんという方は結構人気なんですかね。僕は公開初日の金曜日の、夜の会にで、この機械島を見たんですけれども、お客さんはかなりたくさん入っていましたね。若い人、特に女性の若い人が多かったように思います。ホラー映画って結構若者が結構好きな人多いと思うんですけれども、そういうホラー映画と、人気アイドルグループの、アイドルが主演ということもあって、かなりお客さんが入っていたってことなんでしょうか。本作はあのホラー映画で有名な清水崇監督が、監督を務めているってことですけれども、直近の作品、清水崇監督の直近の作品では恐怖の村シリーズというものがあります。皆さんは恐怖の村シリーズ、見ましたかね。僕もね、とりあえずは3作品とも鑑賞済みなんですけれども、正直なところ言うと、この恐怖の村シリーズあんまり面白かったという記憶はないんですよね。3作品目の牛首村では、あの木村拓哉さんの娘の幸喜さんが、映画初主演ということで、話題にもなったりしましたけど、その牛首村もね、決して面白かったとは僕の中ではあまり思わなかったんですよ。ホラー映画といえば、怖くてなんぼっていうところが、あると思うんですけれども、その恐怖度というか怖さというものが、ちょっと弱いっていうのがあるのと、仮にね、怖くなくても面白ければいいかなと思うんですよね。一本の映画として、お話が面白ければ全然いいと思うんですけれども、そこもね、脚本というかお話そのものがあまり面白くないっていうのが、ちょっと致命的なところとして、あるのかなっていうところですね。ホラー映画も難しいなと思うんですよ。あまりにもね、怖すぎるとこう、あまりホラーが苦手な人が来てもらいにくくなってしまう。それこそ今回みたいに、なにわ男子の、アイドルの人のファンが来てほしいのに、あまり映画の内容が怖すぎて、来てもらえなかったらしょうがないですからね。ホラー映画も難しいですよね。怖がらせつつお客さんを楽しませなければいけない。そして今までの、過去の作品とは違った新しいものをお客さんたちに提示し続けなければいけないっていうのは、なかなか、骨の折れる作業だとは思うんですけれども、ただ今回もね、ちゃんと新しいものがありましたよね。それが仮想空間、VR みたいなものをつけて、仮想の現実、バーチャルの世界っていうものを今回、やってくれてはいるんですね。仮想の現実と、リアルな現実、この2つの世界で、恐怖体験を主人公はするっていうのは、これは新しいっちゃ新しいですよね。あと現代的っていうのもありますよね。こういう仮想の現実、リアルがきつすぎるから、仮想の、バーチャルの世界に逃げてしまうっていう、主人公がまさにそういう、キャラクターでしたよね。
まあ、現実の世界にも、まあ、リアルの生活現実がきついから、まあ、こうネットとか、まあ、架空の世界、まあ、テレビゲームとかそういったものに逃げてしまうっていう人は、まあ、特に若者に多いと思うんですけれども、まあ、そういったのが、まあ、やっぱり現代的というか、まあまあ、今まさにそういう時代だよなっていうところで、まあ、なんていうかこう納得しましたね。こういった設定は、うん、まあ、いいところはいいんですよね。こういう設定 VR というかそこはいいんですけれども、なんだろうな、そこがあまりこう生かされていないというか、なんだろう、ちょっともったいないなって思うんですよね、うん、現実の世界からあの仮想現実の方に引きずり込まれるっていうのはシーンがあるんですけれどもね、まあ、そこでね、こう水がバシャバシャってこうなんか現実の世界の方に流れ込んできたりとかしてて、まあ、流れ込んでくるっていうか、まあ、こうビチャビチャこう、まあ、するところがあるんですけれども、なんかそこもなんか僕からするとちょっとシュールだなというか、なんだかちょっと笑ってきちゃうんですよね、うん、まあ、この笑いっていうのは恐怖から来る笑いというんじゃなくて、まあ、ちょっとシュールだなっていう、まあ、ちょっと笑ってしまうようなところで笑っちゃったっていう、だからそれに近い笑いなんですよね、うん、まあ、恐怖から来る笑いではなかったですね、うん、まあ、あとそうですね、まあ、細かいところで言うと、まあ、ちょっとこの映画ね CG が使われているところがあるんですけれども、まあ、そこがちょっとなんかやっぱしょぼいなってちょっと思ってしまいましたね。まあ、例えば、まあ、あるものに火をつけるシーンがあるんですけれどもね、その火がこう燃え広がっていく感じがね、ちょっとねやっぱ CG 丸出しだなっていう感じがあってちょっとしらけてしまいましたね、うん、で、まあまりにもね、その火の広がり方、まあ、あまりにも燃えるのが勢いが強すぎだろうっていうふうに思ったりとかもしましたし、まあ、そういうところもあるし、あとそうですね、あの折り紙鶴がこう飛んでいくっていうところがあるんですけど、そこもね、なんだろう、やっぱ CG 丸出しだなっていうところがあって、うーん、なんだかなって思ってしまいましたね。人間ドラマの部分で言うと、まあ、あのなにわ男子 あの主人公の男の子と、まあ、あともう一人ね、あの女性がいるんですけれどもね、あのお父さんが不審な形で、まあ、亡くなったっていうことで、まあ、その娘の人が出てくるんですけどね、まあ、そのなにわ男子の男の子と、まあ、あのお父さんが亡くなった娘が、まあ、交流するというのが、まあ、あるんですけれども、この2人のドラマもね、まあ、最後の方でちょっとね、まあ、まあ、ある展開があるんですけれども、そこに至るまでのドラマがねちょっと弱いよなって思ってしまいましたね。この主人公の智彦くんですね、まあ、西畑さんが演じている智彦くんは、まあ、なぜあの脳科学を使ってあの VR 空間を作っているのかというと、まあ、一人になれる世界、一人だけの、まあ、誰とも関わらなくてもいい一人だけの世界を作りたいっていう、まあ、そういう、まあ、狙いというか、まあ、考えがあって、まあ、そういうのを作っているっていうふうに、まあ、映画の中では言っているんですね。でもなぜ彼がそこまでして、まあ、一人だけの世界を作りたいのかっていうのが、まあ、ちょっとよくわからなかったんですよね、まあ、僕の読解力がちょっとあまり良くなかったから、まあ、わからなかった僕だけがわからなかったのかもしれないんですけど、だからちょっとそこがやっぱ弱いのかなって思うんですよね。そのなぜ彼が、まあ、そこまでして一人だけの世界、まあ、仮想の現実を作りたいのかっていうのが、まあ、ちょっとよくわからなかったっていうのがあるんですよ。まあ、これは僕だけの問題かもしれませんけどね、うん、まあ、でもそれならそれで、まあ、いいのかなって思うんですよね。というのも、まあ、今のやっぱ世の中って、まあ、一人だけの世界を、まあ、作りたいって思っている若者って決して少なくはないなと思うんですよ。まあ、リアルでもネット、SNS でも、まあ、他人とのつながりで、まあ、嫌な思いをしたり、まあ、疲れてしまっている人って、まあ、たくさんいると思うんですよね。まあ、ネット疲れとかなんて言葉もあったりするぐらいですし、まあ、他人との関わりを、まあ、立って、まあ、一人だけ、まあ、ゆっくりとね、
過ごしたいって思っている人も、まあ、決して少なくはないと思うんですよね。まあ、まさにそういうことを考えると、まあ、彼の、まあ、西畑さんの演じている、まあ、智彦君のような、まあ、そういう人だって主人公でも、まあ、全然、まあ、いいと思いますし、まあ、彼のねその VR で、まあ、一人だけの世界を作りたいっていうのも、まあ、なんとなく分からなくもないなと思うので、まあ、そこをあえてね、まあ、ちゃんと理由付けをするというか説明をしなくても、まあ、いいのかななんて思ったりもしてたんですよ、途中までは。ただやっぱ最後の方まで見ると、まあ、彼がやっぱりその一人だけの世界を作りたいっていうふうに思っているその動機ってやっぱ重要になってくるような気がしたんですよね、だんだん、うん、まあ、見た方ならわかると思いますけれども、まあ、ちょっとネタバレになってしまうので詳しくは言いませんけど、これが僕の作りたかった世界なのかみたいな、まあ、そういう展開になるじゃないですか。そこに至るまでがねちょっと弱いよなって思うの で先ほど言ったねあのお父さんが亡くなった女性との、まあ、まあねその、まあ、会うわけですけれども、そこもね全然グッと来ないというか、やっぱそこもちょっと弱いよなと思って、んーなんだかなっていう、まあ、そんな感じになってしまったんですよ。まあそんな感じですかね。まあ、なので、まあ、その VR 空間をまあお話の中に出してきたっていうのは新しくていいなって思ったんですけれども、まあ、ちょっとやっぱドラマの部分、人間ドラマという部分が弱いっていうのと、まあ、相変わらずやっぱちょっと恐怖体験としてはちょっと弱いなと思うので、うん、まあ、やっぱホラー映画なので、まあ、ある程度やっぱ恐怖をね体験したいっていうのが、まあ、僕の中にはやっぱあるので、そこがちょっとやっぱ物足りなさを感じてしまいましたね、うん、でまああとやっぱまあ些細な部分ですけれども、ちょっとしたなんかこうツッコミどころみたいな、そういったところもありまして、まあそうですね、まあ恐怖の村シリーズと、まあ、どっこいどっこいかなっていう、まあ、そんな感想になってしまいましたね。はい、それじゃあね本作にも5点満点中何点なのか点数をつけたいと思います。本作の点数は 3.6 点ですね。まあ、3.6 点っていうので、まあ平均、まあ普通よりもちょっとマシかなっていうぐらいの感想ですかね、うん、まあ、そうですね、満足度としてはだいたいそれぐらいですかね、うん、そうですね、まあ、清水崇さん、まあ、結構なスピードで新作を出してくれている監督なので、個人的にはすごく応援したいなと思うんですけれども、どうなんだろうな、やっぱ需要がすごすぎたっていうのもあるんですけれども、ここ最近の清水崇さんの、まあ、ホラー映画ですよね、それがちょっと、まあ、すごくこう個人的にはすごく満足度の高い作品にはなかなか巡り合えてないなというのがありますね。まあ、恐怖の村シリーズ自体もそこまですごく世間的な評価は高いとは言えませんでしたよね。まあ、今回はね村から島に変わってくれて、まあまあ、それがだからなんだっていう風に感じもしますけど、まあまあ、新しい、まあ、村シリーズから島シリーズに変わったってことなんですかね、まあ、新しくこう始めてくれるってことなんでしょうけど、ちょっと一作目からこれだとちょっとその後もどうなんだろうなって、ちょっと心配な気持ちが強くなってしまいましたね、うん、まあ、でもまた新しいのが出たら、まあ、ぜひね映画館で鑑賞したいなと思いますので、監督には頑張ってもらいたいなと思いました。今回はこれで終わりにしたいと思います。このチャンネルでは主に映画の感想をこんな感じで喋っていますので、映画が好きだよっていう方はねぜひチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。はい、それじゃあ今回はここまで、バイバイ。